ラジオ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 。マイナーコードライブ。はい、好きなことを好きなだけ話すラジオ、マイナーコードラジオ第34回ということで、はい、始まりましたけれども、うん、いやー、最近話題になってる映画あるじゃないですか、庵野監督の、はい、ね、なんていうの、電車のレールがポスターになってるやつとか出てる映画を、振り雑か。ね、まああんまり言っちゃうとちょっとネタバレになっちゃうかなとも思うんですけど、うん、いやもう時効でしょ。見たんですよ、式日。はい、うん、いやー面白かったな。前振りやっぱり下手じゃないですか。でも式日見たのは本当だからさ。はいはい。まあ式日の話はどうでもいいんですけど、僕は面白かったけど、はいはい、まあ式日見たやつなんてもうこの世に何人いるかっていう話なんで。え、そんなに。いや、わかんないけど。そんなに。この前なんか知り合いと、はい、それこそエヴァやってるじゃないですかみたいな、見ましたみたいな話になって、はい、いや見てないわみたいな、いや俺も見てないけどやっぱ見たいなって気持ちあるんですよねみたいな会話した時に、なんかその話も結構なんていうの盛り上がって、その、うん、庵野はオタクをオタクとして出してるからいいみたいな、そういったずっと言ってて、宮崎駿はオタクだと思うんですけど、でもあいつオタクを隠すじゃないですかみたいなこと言ってて、あ、そうなんだ、あんまり分かんないけど、はい、それに対して庵野はなんかこう自分がオタクだってことをちゃんと出した上で作品作ってるのがやっぱいいなって思うんですよねみたいな話になって。そうなんだ。その時に、いやでも確かに俺も最近その式日っていう庵野の実際監督映画のやつ見たけど、確かにちょっと分かんなくもないわって言ったら、うん、実写映画撮ってたんですかっていう反応されたから、あ、まあやっぱりこう認知度としては低いのかなっていう気持ちはちょっとあって、まあね、僕もまあ似たような感じだし。あんのねみたいな、自称撮ってんだなーみたいなね。まあ式日はいいんですよ。はい、エヴァ見ました？いや僕そもそも9見てないんで。あ、そうなんだ。そう、正直進撃の記憶も急激の記憶もすっごい あやふやだし。ああ、まあ俺も9は見たけど、ちゃんと記憶に残ってるかっていうとあんまりいったな、うん、っていうか、なんかなんならその急激の時点で俺は全く刺さってないんで、なんかあんまりモチベもないんですよ。まあまあまあ、それもわかる。なんか俺急激やっぱ嫌いじゃないけど、はい、はい、でもなんかなんていうの、真ん中ら辺の話が好きなんだよ俺エヴァで。あ、うん、どこかわかんないけど、瞬間心重ねてとか、ああなんかこうなんていうの、こうロボットパートと日常パート半々ぐらいのやつ、うん、なんか映像としてケレン味があるとこですか、なんか雰囲気として。そうだね、だしなんか宗教音楽とか急にかかんないとこ、後半になってくると急にさ、なんかしんねえけどクラシック音楽かかってきてみたいな感じあるじゃん、うんうん、あれが始まる前なるほどね。が割と好きで、いやまあ嫌いじゃないんだけど後半も、はい、なんかやっぱ後半の、いや、やっぱレバーはすごいよって言ってるオタクとはちょっと温度差があるのは俺もわかる。うん、そう、本当に最近はずっとなんかみんなエヴァ好きだなーって、なんか端っこでなんか砂場でお絵描きしてるから、わかる。ほんとそれなんだよね。俺もびっくりした、なんかこんなに世間の人間みんな、世間の人間、うん、ツイッターの人間みんなエヴァ好き、まあ好きなのは知ってたけど、ここまでかって思って、うん、むちゃくちゃびっくりした。ねえ、うん、いや、正直9の頃とかさ、そんなだった、いやまあ9の頃ツイッターやってなかったけど多分。そうなんだよね。俺も考えてみて、いや今回こんなにって思って、前9の時どうだろうって思ったら、うん、9の時俺ツイッターやってなかったから分かんないっていう、うん。すごいな。びっくりした。うん、なんかネタバレ厳禁の感じ。いやなんか。SNS って理性あるんだなって思いましたよ。いやーなんかあんなにこう、うん、集団の空気が出来上がるまでになるんだなっていう感じがめちゃくちゃびっくりした。
なんか確か今年の2月か1月に最初公開予定だったじゃん、はい、そうですね、がまあ延期になってみたいな、うん、ま、その段階では俺もうほとんどエヴァ興味なくて、うん、でまあなんだ、月曜日に公開延期されたやつの本公開が決定しましたみたいな、月曜日ですみたいな、うんうん、のが出て、うん、直前ぐらい、その前週ぐらいはまあなんかみんなツイッターでエヴァ楽しみとかみんな言ってるの見て、あーなんかあんまエヴァ興味なかったけど、なんかみんな会話し、その何、話題に出してるし、ちょっと見たいかもなみたいな気持ちになってたんだけど、うん、まあ、いざエヴァが公開されると、いやエヴァ見てきましたとか、いやエヴァすごかったですとか、いやエヴァ見たんですけどあんまり語っちゃうとネタバレになっちゃいますよねみたいなツイートがあまりにもタイムラインに流れてきて、あーなんか俺エヴァのこと嫌いだなっていう風にってきたんだけど、1週間空けるとなんかその公式がさ、うん、あの田植えしてる綾波レイかっこ歌唱さんの映像とかを出して、あこの映像を見ててこれがなんだって言ってる、なんかオタクはすぐ映画館に行けとかって言ってるファンを見てると、なんかだんだんこの界隈面白いなって思って、なんかこう、そうなんだ、俺そっちのオタクの方が嫌いだけど、あ本当もう楽しくなって映画館行けオタクすごい嫌いだけど今楽しくなってきちゃったなんかそのちょそのあの何分くらい2分くらいのさ、割と意味わかんない映像を流れただけで、いやこれはネタバレがとか、いやこれはネタバレにならないとか、なんかそれだけで論争になる界隈面白いなと思って、あーなんかもうなんだろうな、デスノートのリュークですよね、その感情多分。いやもうそっちに近いと思う、なんか人間って面白って、マジでいやそっか、なんか今そのフェーズもちょっと超えてきて、最近なんかあの碇さくらちゃんっていう架空のキャラクターを作って遊んでるオタクを見てゲラゲラ笑ってるんだけど、あーそうなんだ、うん、いやー、なんかエヴァのそこまでの熱量も持てないんですよねエヴァ、うん、なんか本当に楽しそうで何よりですねぐらいの、うん、まあ俺はもうあと、うん、なんかそういうオタクを見て楽しんでるんだけど金曜ロードショーでいいかなっていう気持ちにだんだんなってきてるからうん、あと普通に俺はフセッター見て楽しんでますよ。あーそうなんだ、ネタバレ自体はまだ踏んでないんだよね、別に踏んでもいいなと思ってんだけど、うん、別に俺もなんか内容が全く分かんないから話せることなんか何もないんだけどうーんなんかでもうん面白いな、なんかいろんなお得がいろんなものを、みんな俺の中のエヴァはこの終わったんだなって見て思ってて、そんなにずっとそのエヴァに対する熱量を持ち続けてるオタク、そんなにいたんだって思ってて、やっぱりびっくりして、すごいっすよね本当に。うん、いやでもなんかやばいな、エヴァ見てない興味もないオタク2人って考えるとやばいなここそうだよ、なんかオタクっていう集合の中の外れ値を2つ持ち出して今話をさせてるからさ誰もと届かないよ多分この感情いや なんだろうな、なんかそうなんだよな、なんかエヴァ見てないとかそんな好きじゃないとか言うと、なんかオタクじゃない感が出るのが嫌なんだよな、もしくは逆張りオタク感がね、うん、まあ、逆張りかって言われると否定はできないかもしれないけど、いやそういうわけじゃないんだよなっていう、なんかまあでもめちゃくちゃ刺さってるわけじゃないんだよな、まあすごい作品だと思うし別に嫌いではないんだけど、そうなんですよね、評価はしてるんだよな、うん、その上で感情論として嫌いなだけで、嫌いっていうかなんかだけど俺はあんまり刺さってないかな、うん、刺さってないんだよな、うん、なんかエヴァよりもエヴァが影響を与えた作品の方が好きなのかもしれない俺、あーラーゼフォンとか、なんか僕は本当に見てるアニメ全部エヴァの影響を受けてるからわかんねえんだよな多分、あーなるほどね、まあエヴァが影響を与えた作品って何っていうのもなんか難しい感じもしてくるけど、まあなんか宇多田ヒカル以降の J-POP みたいな感じなんじゃないの知らないけれど、なるほどな、確かにそうかもね確かにな、宇多田ヒカル以降の J-POP ってなんかいい括りだな、なんかうん、うん、いや確かに、いや、うん、まあ多分何も
俺はもう見ることはないんだろうなっていう気持ちになってるけど、すでに。まあでも9見てないのはそこそこハードル高いよね。なんかな、なんかそのなんか歯で歯がなんかどういう終わり方したのかを完全に思い出せなくて。え、マジか。なんつうの、そんなに思い出せないんですよ。いや、なんとなくは覚えてるけど。まあ俺も、いや、あれでしょ、なんかシンジ君が覚醒して。そうだから、なんかシンジ君覚醒周り、なんかなんでシンジ君覚醒したんだっけみたいな。あ、なんでかっていうとする。え、でも、まあ、綾波を返せじゃないのだったっけ。うん、なんか綾波ちゃんがあれでしょ、急激だと、食われて S2 期間になっちゃったあの人にさらわれたかなんかして取り込まれたんだっけ。なんかそう、なんかそこら辺がなんか全然思い出せなくて、なんか最後まあカオルくんが来て、なんかシンジくんがやられてどうのこうのみたいなのは覚えてんだけど、うん、なんかその上でなんかこう旧の冒頭映像だけ見たんですよね、確か当時公開された。ああ、はい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 。なんか全然なんでだろうみたいな気持ちになっちゃって完全にもう一回見ろって話なんだけど。まあでもな、9、まあ9冒頭見たならあれだから言うけど、9別になんか歯のラストとかちゃんと覚えてなくても何これってなるからな、うん、ああそうなんだ、うん、っていうか俺はなった。なるほどな。まあ結論とすると、なんかエヴァに対する熱い熱量のオタクがいっぱいいてびっくりした。うん、まあ本当になんか楽しそうで何よりだなとは思うんだけど、うん、なんていうかダイパリメイクの情報出た時も俺同じ感情になったんだよな。あ、ダイパリメイク、まあダイパやってたし面白かったし、うん、けどなんかリメイクして喜ぶ人こんなに多いんだみたいな。あっていう、まあエヴァの方が規模は大きいけど。は？あれあれそんなことなかった。ポケモンはワールドワイドなんだが。あれ、あ、そっか、ごめん、そっか、そうだな、まあ、エヴァもワールドワイドですけど定量化してみてなかったからごめんなさい、ちょっと印象で適当なこと言っちゃいました、申し訳ない。いや、はいはい、もうここ2週間3週間くらいのタイムラインを見て俺がエヴァに対して思ったのはその辺ですね。あ、まあ大体同意なんだよな。平君は最近ありました？僕はもうタイムラインを見つめては、なんかこうエヴァに対して語ってるオタクを見て憤ったり楽しいなって思ったりしてたんですけど。なんだろうな。なんか結構いろいろあった気がするんだけどな。なんなんですかね。ああでもちょっと待ってごめん。エヴァのことでちょっと思い出したっていうか思ったことあるんだけど。はい、ごめんまた持ち出しちゃうけど、あのさ、いやエヴァ感動的でした、あの溶鉱炉に親指を立てて沈んでいくシーンはっていう、まあいわゆるテンプレあるわけじゃん、うんうん、なんかさあれなんか冷静に考えるとあれなんていうの、ターミネーター2好きなサイドのオタクは怒ってもいいんじゃないかなと思って、なんか、あ、そうなんだ。いやもうネットミームになってるからって言われちゃったらもうそれまでなんだけどさ、あれってさ、うん、俺たちはこの好きな作品はネタバレされたくないって言ってるやつが他の作品に関しては堂々とネタバレしてるわけじゃん。いいのっていう。まあもうすでに世界的に広まっていると言われたらまあそこまでな気はしなくもないな。まあ そうだね、まあまあそれを言われちゃうとマジそこまでの話なんだけど。でも正直俺ターミネーター2とか見てなくて、あと猿の惑星も見てないんだけど。ああ。やっぱ。でも結末知ってるしなって思って見てない部分は若干あるから。そうだよな、なんで知ってんだろうね。だってネットで散々言われてるじゃん。そういう話か。そういう話だと思うけどな。うん、そっかっていうのをなんか最近なんかふと思ってた。っていうこうなんかネットミームに対してマジギレマンなんで本当にあれなんですけど、まあ、しょうもないんですけど、まあ気をつけます。あんま言わないけど。ですかね。あとはなんか最近ありました？止めちゃいましたけど。
まあなんかまあ、時間稼ぎしていただいたわけですけれども、いや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 、やっぱりあんまり思いつかないんだよな。あ、本当？なんだろう、前回じゃ、はい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 、はい、前回もしましたっけ？いや、まだかな、してないと思う。してないか。そうですね。まあ前回じゃを一応は見たわけですよ。あ、なるほど、一応には。はいはい、前回じゃ どうですかね。あ、なんか俺は結構びっくりしたのが、なんか思ったより昭和ネタ多いなって思ってすごいびっくりした。うん、ああ、確かになんか明るいですね。なんか、うん、あ、それもあるね、確かに。うん、キラメイジャーも別に暗くはなかったけどね。いや、なんだろう、なんか敵側がさ、なんていうか、マジで殺すぞみたいな感じできてないじゃん。うん、それはある。それはある。毎回あの拳ドンって突きつけて、あのドンって上がるやつ、うん、ドリフのやつ毎回やってるし、うん、そう、わーってなっちゃう。なんかあの、なんだっけ、機械人間をさ、あ、はいはい、なんか機械人間差別の話とか来るのかと思ったら別にそんなこともなく、まあ一応若干あったかなぐらいだよね。なんかそっからなんか大規模ななんかこうヘイト活動みたいな方向に行くかなと思ったけど、全然そんなこともなく、そうだね、明るいなって思いました、ね、確かにそれはあるわ。なんか2話目見てて思ったのが、うん、なんかいつだろうな、なんか最初の方の戦隊、まああれ、あれじゃないですか、メダル使って過去の戦隊の力使えるみたいな話じゃないですか。で、うん、なんかその過去の戦隊のなんかリボン使うやつとかの力使って戦うってシーンを、やっぱリボンとか、まあ、ゴレンジャーだったら確かバレーボールとか使ってるわけじゃん。はい、ああいうのってさ、もう令和のもう CG バリバリの今の段階だとさぞ使いづらいだろうに、こうちゃんと入れてきて、まあギャグ寄りのなんていうの描写ではあったけど、ちゃんと入れてきてきて、ちゃんと過去作のこうなんていうか描写してくれるのは偉いなって思った。そうですね、うん、なんか確かに大変そうだったもんな。そのなんつうのリボン結んであのオーナー跳びみたいなさせるの。うん。なんかああいう形で使ってきてんのはなんか、あ、いいなーって気持ちになっちゃった、うん、見てて。確かに、うん、前回じゃんな、まあ、いかんせん始まったばっかでキャラクターもできてないしっていうところはあるかもしれんけど、まあそうですね、うん、現状あんまりそんなになんかわかんねえな。あ、確かに。ハリケーンジャー出た時は俺びっくりしたっていうか感動したけどね。ああ、あの演出あったと思って。ハリケーンジャーね、あのゴーカイジャーでも確か序盤に使われてるんですよね。あ、そうなんだ。じゃあなんか毎回恒例なんだな。あの絵面派手だしやりやすいんだろうなってすごい。それは確かに。そっか、俺ゴーカイジャー見てないからな。で本当にそう、ハリケーンジャー見てた時以来の感動だった、これは。ね、いや、まあ僕もゴーカイジャーその YouTube の上がってたの、うん、最初の方だけ見ただけなんですけど。あ、なるほどね。うん、あれ10年前だっけ、うん、かな、確か。なんかそういう多分アニバーサリーのやつでしょ。へえ、すごいな。前回じゃんもそうだし、うん、まあでも俺的にはあのセイバーよりもなんかこう継続して見れそうでなんか良かった。そうなの、うん、なんかな、まあな、セイバーの何が悪いみたいな話は別にないんだけど、なんとなくこう、うん、心が離れちゃって、なんとなく今は惰性で見てるから、今なんでこうなってるんだっけっていうのがなんとなくしか把握できてない状況になっちゃったんで、セイバーは。ああ、なるほどね、うん。それよりはこう心持ちちゃんと見れそう。っていう感じですかね。なるほど。あとなんかもう最近もう食べ物の話ですけど全然違う話で、はいはい、俺結構キムチとかが苦手なんですよ、うん、前も言ったかもしれないけど、なんかなんだろうな、酸っぱ辛いのが苦手で、はあ、そうで、キムチとかなんかそういう、うん、トムヤンクンとかああいうやつとか東南アジア系の食べ物とかあんま得意じゃないんですけど、うん、で例えば鍋で辛いとかってなってくるとやっぱキムチ鍋とかになりがちじゃない？
そうですね。そうだからなんかそのあんまり辛いのは割と好きで、鍋物とかも割と好き、うん、汁物とか割と好きなんだけど、なんかこううまいことその2つのこう組み合わせ、いいやつあんまり、俺にとっていいやつあんまないなって思って生きてきたんですけど、はいはい、最近ね、あどこだったかな、どっかの馬から、馬からラーメンみたいな、まあ唐辛子系のベースの辛みのラーメンあって、あの袋麺で売ってて、うんうん、それがもうねめちゃくちゃうまくて、うん、最近あの火鍋とか、とか冬に、この今年の冬に火鍋とかも食ってたんですけど、火鍋とかもその唐辛子系ベースの辛い鍋だから、はいはい、俺こういう唐辛子系の辛いやつ、鍋物とかラーメンとかだったら割と好みなんだなと思って、うん、なんかこういうキムチ系だけじゃなくてこういう唐辛子系の辛いやつもっといっぱい出てほしいなって思いながら最近来てたんですけど、はあ、なんか種田くんって辛いの大丈夫ですか？大丈夫な人？いや弱いんですよね、好きだけど。ああ、まあでもその気持ちはもう分かんなくない。別にめちゃくちゃ辛いのが大丈夫なわけではないから、うん、俺も。キムチとか好き？いや好きですよ普通に。ああそっか、そうだよな。キムチ嫌いってやつあんまいないよね。うん、まあそうですね。うん。ちょっとね肩身狭いわ。なんかあの唐揚げにレモンかけるかけないみたいな、もうネットミームあるじゃないですか、うん、俺あれだったら焼肉屋でキムチ頼むかどうかの方が俺気になる。おー、俺焼肉屋の作法そもそも分かんねえからな。あーでもやっぱキムチとかは頼むのは普通な気がする、焼肉屋。そうなんだ。うん、なんか米頼んだり頼まなかったりするじゃん。あーそれあるね、それはあるわ。なんか何も分からん。あのさ肉の種類とか俺ほんと分かんないんだよね。うん、なんか何そうだよな、トントロかどうとか、下下くれ下。いやそうだね、いやでもマジでタンとか、 そう、あと新鮮な豚の脳くれ。脳ってあるのか、あるのか分かんないな俺。しないよ。珍味とかありそうだけど。焼肉意外に行かないから分かんないんですよね。焼肉ちょっとハードル高いかもね。うん、なんかそれだったら居酒屋とかになっちゃいがちな気がする。うん、そう。居酒屋でもキムチ出ない。え？たまに居酒屋でもなんかお通しです的なでキムチとか出たりしませんでしたっけ？あ、でもそうそうなの。俺あれ困るっていうか、もう人にあげちゃう、お願いしますっつって。なるほどな。お通し割と好きだからな。なんかキムチ出てくるとちょっとテンション下がるんだよな。なんかこう割とこうお通しちょっと楽しみにしてるところあるから、うん、あキムチだ食べられない。うん、なんかありますかね。なんですかね。あれですね、シンデレラの総選挙の情報が出ましたけど。ああ、第10回総選挙、今年マジで票が浮いてるというか、あなんかあぜひ、うん、清き一票。あいや本当になんか上位争いというか、上位に入んなかったら別に何でもいいわっていうタイプの人間なんで。上位に入らなかったら、いやその自分の担当が上位じゃないなら別に何なんか最下位でも50位ぐらいでも別に変わらんわっていう人間なんで。はい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 、まあ気が向いたら入れますよ。じゃあ気が向くようになんか作りますよ。それはどうかわからないけどね。まあね、そこは別にまあ、うん、うん、ですかね。まあ4月、今年なんかでもどうなんだっけ、毎年こんなもんだっけ、なんか告知遅かったなって気もするけど、毎年こんなもんだったような気もするし。そうですね、なんか毎年こんなもんなのが正解な気がする。そっか、俺も遅いなという気はするけど、うん、なんかあんまちゃんと覚えてないや。うん、昨日、うん、もうなんか全部の票が浮いてる感じなんですか？総選挙も浮いてるし、ボイスオーディションも浮いてるしみたいな。そうっすね。ああ、そうなんだ。
もう別に特別推してる子がいないからもう声ついてなくて、はい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 、っていうので、なるほどな。うん、現状本当になんかなんだろうな、なんか、まあ、見る分としては、うん、まあまあなんだろう、今年は割と見てる分にはすごい上位どうなるのかなっていうので割と楽しみあるんですけど、それはそれとして別に自分がやる方としては本当になんかどうなんかモチベがないというか興味がないので、まあでも一番気楽にこうなんていうか参加できる感じはあるんじゃない、それ考えると。まあそうですね、うん、なるほどな。まあ確かにどうなるんだろうな。なんか俺本当割とその、うん、なんていうの、総選挙の上位とかをこう、うん、まず担当以外をほとんどなんていうの傾向とか動向とか全然見てないからどんな感じか全然分かってないんだけど、正直なんか当てになる情報ないんでねあんまり上位陣ダービー的には誰が強いの分かんないけど、なんかあのなんか俺がちらっと見た情報では、はいはい、そのなんか 10回だからあのトトキさんが来るんじゃないかみたいな、あーなるほど、ね、話はあったりなかったりはしたけど、あーなるほど、なるほど、まあ言ってるだけだしなっていう気持ちがまあでもそういう企画性あるのは割と強いよねうん、確かにそれは一理あると思う。うん、なるほどな。まあでも2冠だったら熱いですけどね、1回10回で2冠だったらマジで熱いですけどねでもなんか総選挙の方はなんかそういうのある程度見れる気がするんですよ、うん、なんか誰が強いとか前回以降でまだ取ってないからとかっていうのを見れそうな気がするんだけど、うん、ボイスオーディションの方はなんか本当むずいというか、なんかまあわかんないですね、なんか去年からなんか正直予想外だったし自分でも、まあそうね、去年の結果はあれ、うん、なかなか面白かったよなって気がするけど、うん、単純にあれでしょ、あのなんていうの、うん、登場してからの日数が浅い3人がそのまま全員取るっていう、うん、なかなか面白い結果な気が俺はしてるけど、まあ4位以下が分かんないから実際自分が言ってたなんつうの有力説されてたのはやっぱり有力だったんじゃないかみたいな話はあったりなかったりするけど、ああなるほどね、まあ、はい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 、真相は闇の中なんで、まあ、それはあるね、うん、確かに。なんか忍ちゃんとか強いイメージ勝手にあるけどね、うん、俺あなんかフリスクとかユニット売りで強いのがあったりなかったり、うん、うん、確かにそうだね、するみたいな噂がするけど、確かにその辺は強そう、うん、うん、確かにな。なんか前回と同じシステムだったら評価感とかも強そうだしね、なんか上位陣、上位陣っていうかなんか総選挙の方はこのキャラ投票するんでボイスの方で入れてくださいねみたいなあのツイッターの企画とか、うん、やっぱああいうのは、ね、結構こう盛り上がるしいいんじゃないかなっていう感じはしてるけど、うん、楓さんやっぱやる気なんすかみんな、あでも割とそうじゃないですか、 なんか楓さんに入れてる人はやっぱり毎年入れてるイメージはあるかなって気がする、うん、なんか俺なんていうのものすごいその楓さん好きな人は絶対フォローしますみたいなタイプじゃないから、あなんかそのなんか界隈の空気とかそんなあんま分かんないけど、うん、まあなんかそう、まあ、まあ今年も入れますみたいな人が多いというか、まあそういう感じかなっていうイメージはある。やっぱ今年も敵という敵を皆ことごとく叩き潰しみたいな感じではないのかどうなんだろうね、わかんないけどね、あらゆる汚い手を使ってでも絶対にお前をシンデレラガールにしてみせるどうなんだろうな、俺これまでそういうのむちゃくちゃ頑張ったことないからなまあなんかできる範囲でなんか作って出したら面白いかなぐらいな気持ちだったからな毎年、うん、だし今年もそうだし、なるほどね、そう今リミックスの曲作ってるんですけど恋風の、うん、まあぶっちゃけその4月中に終わるかどうかかなり微妙みたいな感じあるし、うん、まあわかんねえなーって感じ、なるほどね、そう
カエルさんはそんな感じだし、ボイスオーディションはあのなんかニューウェーブに入れたいなって気持ちがあるんだけど、まあそっち界隈の人は俺本当にフォローしてないから、なんかどんな感じなのか全くわからんっていう、って感じだな。そうですね。そう、なんかツイッターで特にプロデューサーの人そんなにフォローしないのかな。そんなこともない気がするんだけど。まあ僕もフォローはしてるけど、なんかそんなみんな語らないからな。わかんないけどな。ああでもなんかみんな軒並みやっぱこうウマ娘やってんなってイメージある。ああ。まあ楽しいからな。いやでも結局なんかウマ娘が流行ってるのを見てると、こうなんかみんなソシャゲがしたいんじゃなくてコンシューマーゲームやりたいんじゃないかなって気持ちになんかだんだんなってきたな最近。そういうわけではないんじゃないかな。あ違うんだ。どうなんだろう。分からん。俺は外野から勝手に思ってただけだから。そういうわけでもないのか。でもどうなんだろうな。でも正直コンシューマーでそのウマ娘のシステムだったら正直俺やんないっすよ。ああそうなんだ。うん。そっか。じゃあやっぱ手軽さってところはでかいんだな。ウィニングなんとかっていうウィニングポスト、まあ、ポストがあるけど。うん。まあ、別にあれがウマ娘だったとしても、ま、そんなにやる気はないからな。そっか、そっか、そう考えるとあれなのか、ソシャゲだってところがでかいのか、やってるのが。結構まあパワープロ的になってるけど、うん、だいぶまあ なんだろうな、1回の育成が長いにしても、うん、割とその手軽さは追求してる感があるから。なるほど。ソシャゲという中では長いだけだって、コンシューマーっていうところで見ると違うぞっていう話。そうですね、正直コンシューマーでは本当に別にっていう、まあ、他の人は知らんけど。ああとりあえず谷田くんはそんな感じ。うん、うん、なるほどな。そっかそっかそっか、なるほどな。そんな感じなんだな。僕はもう完全にやってないので、外から適当に言って適当なこと言ってるだけですけど。まあ、僕は正直そのね、スマホゲーというかガシャが嫌いなんで、うん、また半切れになってるんですけど、うん、ガシャ更新のために、うん、まあいいよっていう。いや本当にそう、なんか最近マジでスプラトゥーンやってるからさ、思い知った、俺はコンシューマーがやりたかったんだって気持ちに最近すごいなった。なるほどな。なんかガシャとかって自分のこう努力投入量によるこう要素の変動があまりにも少ないからさ、少ないわけじゃん。出るかどうかがまず運任せなわけで、でそのそのなんていうの、引けるかどうかもまあ課金で、まあ別にゲーム外なわけじゃん、金突っ込むかどうかってゲーム外の要素だから。そうですよね。なんかゲーム内要素でなんとかできるという部分がなんかあまりにもないというか、スプラトゥーンはもうなんか全部自分のできることなわけじゃん。まあそうですね、対面勝つとかさ、なんかステージ構成ちゃんと理解把握するとか、なんかなんか自分ができることで負けるんだったらなんか納得できるし、改善点も見つけられるけど、なんかこうガシャっていう確率で全部決められちゃうと、っていう気持ちにはなんか なった。スプラトゥーン初めて。まあ DLC もちゃんと金払ったらその分の情報なんだろう、量が返ってくるからな。そう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 。いやー。ちょっとまた嫌な話したんでね、ごめんなさい。申し訳ない。ごめんなさい。いやガシャの話にしたの僕だから。いやーなんかあります？そうだな、あの最近 DDR で、うん、あの放課後ストライドって曲が削除になったんですけど、はあ、なんかその放課後ストライドって俺その割とやってたのね、あのゲーセン行ってた時は割と遊んでた曲で、あそうなんだってちょっと残念な気持ちになったんだけど、うん、なんか思い返してみるとなんか その元のこう曲の多分ボカロだと思うんだけど全然知らんくて、はいはい、なんかなんだっけな、なんとか学園シリーズみたいな、そのボカロ曲をその大量に作ってそれがなんかストーリー仕立てになってるみたいなプロジェクトっていうか、
みたいな感じらしいのね。はいはい。なんか俺そういうの全然わかんないなと思って。うん。なんかあの当時っていつだって感じだけどさ、影プロとかあったわけじゃない。はい。あ、影プロも俺ちゃんとわかってないからこれ適当なこと言ってるかもしれないけど、でもあれもそういうことじゃん、うん、きっと。そのなんか世界観あって、なんかボカロ曲とか漫画とかなんかこうメディアミックスみたいな感じであって、うん、みたいな作品と、うん、作品群なわけじゃん。きっと。うんとか、うん、なんかボカロ曲とかなんか俺本当になんか俺が中高の時に流行ってたもの全然追ってなかったんだなって気持ちになって、おなんか最近の曲わかんねえわって思ってたけど、別に俺最近の曲だからわかんないんじゃなくて、ずっと話題の曲を追ってねえんだなっていう気持ちになったっていう、うん、あそうなんだ、うん、っていう気持ちになりました最近。なんかあの昔その大学の時の同期で同じまあ出身俺群馬なんだけど、同じ群馬から来た大学の同期と、うん、なんかゼミ配属ちょうどされるみたいな時で話してたんだけど、うん、まあそのゼミで飲み会があるみたいな話になった時に、はいはい、その友達は俺絶対そのなんていうの、絶対飲みそのゼミの人間と打ち解けられないから飲み会行きたくないみたいなことずっと言ってて、うん、まあまあまあ行ってみたら分かんないじゃんみたいな感じで俺はこうなだめるというか話をしてたんだけど、あそう後日そいつに会ったらすごい明るい顔してて、うん、あ飲み会どうだったのって聞いたら、うん、いやー楽しかったわみたいな、いや俺らってさなんかボカルがやっぱこう共通の話題じゃんみたいな、どんなやつでもボカルの話はできるわけじゃん、もうそこで意気投合したんだよねって話してて、もう俺そいつと仲いいけど俺ボカロの話全然わかんないから、こいつの言うみんなの中に俺は入ってないんだなって思ってすごい悲しい気持ちになったっていうことがあったりしたんですけどそうか、うん、え種田くんとかなんかその辺触ってました？昔は結構まあ有名なのは本当に追ってたけど、本当？最近は本当になんか興味あるものしか追えねえな。まあね、でも昔は追えてたんだ、なんか偉いなって思う。まあ結構本当にフットワーク軽かったなという気持ちだけど、あんまりなんでもまあ具体例何かって言われたら全然出てこねえわまあでも多分俺も具体例言われてもごめんわかんないやってなっちゃうから申し訳ないんだけど、なんだろうね、まあ分かんないからいいやまあ俺は昔からそういう話題になるものを追ってないんだなっていう気持ちになったっていうそっか、はい、話でした。まあまあいいじゃないですか、うん、まあ別にいいんだけどね俺はその時すごい寂しい気持ちにはなったけどまあそれぐらいで別に害はないからいいんだけどいやということで今回そろそろお時間ですかね。はいはい、はい、ということで今回もありがとうございました。ありがとうございました。